ティフアナは、メキシコ合衆国、バハカリフォルニア州の北部、アメリカ合衆国との国境にある都市。ティフアナ、ティワナとも表記される。メキシコ合衆国の最北端、アメリカ合衆国との国境沿いに位置する、人口約164万人の都市で、バハカリフォルニア州最大の都市である。カリフォルニア州サンディエゴ市中心部から自動車で、約15分。 ロサンゼルスから自動車で3.5時間程度の距離にあるため、両都市をはじめとするアメリカからの日帰り観光客が多い。近隣の市として、プライアーズでロサリトなどがある。2007年頃から国境付近で麻薬組織隊警察との銃撃戦が長い間展開されていたこともあり、アメリカからの観光客も減少傾向にあった。1990年代に、 メキシコとアメリカ、カナダとの参加国の間に北米自由貿易協定が締結されて以降、日本やアメリカなどの各種大企業の工場が増加しており、多くの雇用を生んでいる。観光客向けのマリアッチ奏者また、古くからの産業としては観光がある目抜き通りにはアメリカ合衆国からの観光客向け土産物店やバー、レストラン、 安価な薬局が立ち並び活況を見せている。また、アメリカでは購入が不可能なキューバ製の葉巻を売る店も多い。また2000年頃からノルテックと呼ばれるメキシコの伝統音楽とテクノポップを融合させたものがノーテックコレクティブという当地のアーティストのグループによって盛り上がりを見せている。別の一面としてアメリカへの麻薬密輸の拠点の一つともなっており、 麻薬カルテルによる犯罪や警察の汚職が多発している。特にティフアナカルテルの生誕地である。なお、このような現状については、ベニチオ・デル・トロやマイケル・ダグラス、ドン・チードルなどが出演し、2000年のアカデミー賞4、部門を制したアメリカ映画、トラフィックに詳しい。徒歩で国境を越える方向を示す、標識蒸気のようにティフアナ北部は、 アメリカ合衆国との国境と接しており、自動車や徒歩での越境が可能である。なお、メキシコが衆国からアメリカ合衆国に入国する場合には、麻薬などの密輸や密入国への対策として、入国審査が厳重なこともあり、週末や休日を中心として、相当の混雑が発生し、自動車、徒歩いずれにしても数時間程度の待ち時間が必要とされることがある。 2015年8月31日までは、アメリカ合衆国からメキシコ合衆国への徒歩での入国には、鉄枠のついた回転ドアによる逆行不能の越境のみで入国審査はなかった。しかし、2015年9月からは回転ドアをくぐった先に検問所が設けられ、入国審査が行われるようになった。なお、自動車での入国の場合は、 抜き打ちでの入国審査と積み荷に対する検査が行われているが、検査を受けることは少ない。なおティフアナとカリフォルニア州産石泥間をつなぐ国境ゲートの他に、東に車で15分ほど進んだところに、トラック、トレーラーなど商業用貨物を通関する施設もある国境ゲートが存在する。メキシコからアメリカに向けたコカインなどの麻薬密輸は当局と、 麻薬カルテル側との間でいたちごっこになっている。2013年には国境をまたぎ、サンディエゴまで通じる約500メートルの麻薬運搬用地下トンネルが摘発され、規模が大がかりになっている。2018年11月13日、不法移民集団キャラバンの一部が到着した。この中にも麻薬密輸者が含まれると思われる。 アエロメヒコ航空のボーイング767型機、高速道路でメキシコ各地やバハカリフォルニア半島の他の都市と結ばれているほか、アメリカ各地とも高速道路経由でつながれている。また、他の都市との間に長距離バス便が多数運行されている。ヘネラル・アベラルド・エロ・ロドリゲス国際空港からメキシコ国内やアメリカ、カナダの主要都市の間に、 アエロメヒコ航空やアエロカリフォルニア、アメリカン航空などの航空会社が、定期便を運航している。米メキシコ国境で麻、麻薬密輸用、スーパートンネル発見、全長500メートル。afp <enables>、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 3002508ctm キャンペーンイコールマストリード2013年11月1日、閲覧。不法移民のキャラバン一部が、米国境に到着。ロイター。https コロンスラッシュスラッシュ jp.mobile.roiter.com スラッシュビデオスラッシュ2018スラッシュ11スラッシュ14スラッシュ不法移民のキャラバンマイナス一部が、米国境に到着14日。 ビデオとイコール4億8277万 4168& ビデオチャンネルイコール202018年11月14日閲覧ありがとうございます。